アンチラナナとは、マダガスカルの北端に位置する都市。1975年までは、ディエゴ・スワレスと呼ばれていた。アンチラナナは、アンチラナナ自治州、及び、ダイアナ地域県の主婦である。アンチラナナは、天然の良好物が、マダガスカルの主要地域から離れていること、最近まで南部への道路網が整備されていなかったことから、第二次世界大戦後は、 物流拠点としては重要視されなくなっている。なお市内のアラチャート空港からマダガスカル各地へ定期便が運航されている。救命のディエゴスアレスとは、ここを訪れたポルトガルの航海者、ディエゴスアレスにちなんで命名された。1880年代に入ると、アンツェラナ,ナの湾部は蒸気船の急探知を設けようとするフランスに狙われることとなった。 フランスと当時マダガスカルを支配していたメリナ王国との最初の戦いの後、1885年12月17日にメリナ王国の女王ラナバロナ三世はノシベ島、サントマリー島と共にアンツラナナとその周辺部をフランスの保護領とする条約に調印した。なお、これらの地域は1896年に他のフランス領マダガスカル植民地に包括された。 1940年にフランス本土がドイツ軍の占領下に置かれた際にマダガスカルの植民地政府が数軸国側のビシー政権側についた上に1941年にイギリス軍との間に開戦した日本軍が芝叩く間にインド洋からイギリス軍を放逐してインド洋全域の政界権を握ったその後イギリス軍をはじめとした連合国軍は 日本軍がマダガスカルを無血占領し、アフリカ大陸へ勢力圏を広げることを阻止すべく、1942年にアンツラ7をはじめとするマダガスカル全土への侵攻を行い、ビシー政府軍との間に戦闘が発生した。同年5月にはビシー政権からの依頼を受けて、マダガスカルに展開した日本海軍の潜水艦から発進した特殊潜航艇が、 アンツェラ7港に停泊していたイギリス海軍艦隊を攻撃し、タンカー1隻を撃沈、戦艦1隻を大破させた。この作戦で座礁した特殊戦工程乗組の日本軍将兵2名が上陸、イギリス軍兵士と交戦し戦死している。またこの作戦では、岩瀬勝助将尉と高田高32等兵装も戦死しており、 アンチラ7に4名の慰霊碑が建てられている。第二次世界大戦終結後に連合国軍は撤退死主権がフランスに返還された。その後1960年にマダガスカルが独立して、以降もフランス軍はアンチラ7に軍事基地を置いており、それは1973年にマダガスカルに社会主義革命が起こるまで続いた。切手については、 ディエゴ・スアレスの切手を参照のこと。ブガーダ2011、P40。ディエゴ・スアレス、アンツァー・クライメート・ノーマルズ19611990。ナショナル・オーシャニック・アンド・アトモスフェリック・アドミニストレーション。2015年10月19日、閲覧。クライマター・ファル・フォン・アント・サイラ・ナナ・マッテガスカー。ベースライン・クライメート・ミーンズ・フロム・ステーションズ・オール・オーバー・ザ・ワールド。 ドイチャウェターディンシュと2016年6月10日閲覧ステーションアントサイラ7メテオクリマ2016年6月10日閲覧ありがとうございます